今日ね、遊びに来てた人と話してたんですけれども、今週末だったんですね、妖怪ウォッチの発売日。妖怪ウォッチ新打ちなので、新打ちが出てくる前に、妖怪ウォッチの本家の方、これをですね復習しておこうかなと。で、前回は男の子でやったので、今回は、発売前までに、女の子でクリアできるかどうか挑戦してみたいと思っています。そして、もし DS の画面をうまく撮る方法ってないんですかね。僕今ね、上着を頭からかぶって映り込まないように しながら、iPhone でこれ撮影してますけど、 iPhone ね、片手にも両手に持ってるんで、操作しようとするたんびにはい、画面がブレます。本当にすみません。そしてあの服かぶってるんで、自分の呼吸音がうるさいなと非常に気になりますね。さて、妖怪を、あ、そうなので、これね、 DS をやってる、 DS の中継とかをやってる方はどうやって取り込んでるのか、もしよければコメント欄などで教えていただけると、ありがたいです。発売までにそういう装備を揃えることができるかどうかわからないので、その時はその時でまたやり方を考えるとして頑張っていきたいと思いますけれども、本当どうやってやるんだろう、謎だな。そして、ね、2、まあ、本家をクリアしてからだいぶ時間が経っていたので、なんか懐かしいですね。こんなだったかな、オープニング。なんかいいなというわけで、スタートします。今度は、女の子で、はい、画面ぶれちゃってますけど、女の子でやりますよ。こんなんだったかな、まあいいや、はい、性別選択、本当画面ブレブレで、はい、女の子でいきます。はい、名前、女の子の名前、俺の名前つけるわけにいかないから、とりあえず嫁さんの名前つけておこう。はい、嫁さんの名前をつけてスタートです。この作品はフィクションです、一切関係あります。関係あったら怖いよ。どっかモデルとなってる場所とかあるのかな、まあ、ないとは思うけれど。あれ、最初こんなスタートだっけ？なんか飛んでるけど、あれ？なんだっけ？だいぶ忘れてるわ。1回目やった時に一番最初に見ただけだからな。あ、そうだ、思い出した。なんかこういうね、人たちが出てくるからね。で、これから、あ、けど動画がね、女の子の部屋になってますね。いいな、女の子が寝てる。あれ、妖怪ウォッチも腕時計型からペンダント型になってるね。なかなかやっぱり女の子らしいアイテムになってるな。そう、そしてこうなっちゃうわけで、だんだんと思い出したっすよ。けどゲームの内容は忘れております。どうしたっけ。自分はあっという間に、まあ、このストーリーの方はクリアして妖怪集めの方ばかりやってたんで、どうだったかなこの辺り。だいぶ忘れてるかな。やばい、発売日までにちゃんとできるんだろうか、なんか不安になってきた。本当に忘れてます。さて、というわけで、まあ、あんまりこう長くやっていてもあれなので、最初のセーブするところまで行ったら、あれ、ママの顔も変わってるね。ああ、細かく作り込んであるわ。なんかいいね。あ、そして最初はチュートリアルが出てくるわけで、はい、目的はママのところに行こうとなってますね。階段のところから
から下に降りて、でママに話しかけます、うん、自分の上着の紐も邪魔夏休みあ、これで保存ですね、うん、なので、この保存の画面が出てきたので、そろそろ終わりにしたいと思います。というわけでチャンネル登録ぜひお願いします、妖怪ウォッチやっていけるかどうか分かりませんけれども、ぜひお楽しみにしていてください。よろしくお願いします。